い、続いてはデビルメイクライフォースペシャルエディション大特集パート2。いやだー、引き続き藤井プロデューサーと熊部プランナーです。はい、よろしくお願いします。改めまして、デビルメイクライフォースペシャルエディションのプロデューサーの藤井です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、改めまして、デビルメイクライフォースペシャルエディションプランナーの熊部です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、引き続き後半もよろしくお願いしたいところではございますが、バージルの世界初実機プレイ、そうですね、これを見せていただけると、はい、いうことはもう確定ですか。確定です、はい、はい、はい、日本でも海外でもお客さんには初めて見せる、実機のプレーをまた熊部さんに、はい、やっていただけるということでございますね。あのバージル、うん、バージルってちょっとわかんないんですけど。なるほどなるほど。ちょっとショコラちゃん、あらそんなことも知らないのかい。あらららら、じゃあ分かった、宇宙コメンテーターのゴージャスが説明しよう。ほう、バージルとは伝説の魔剣士スパーダとエヴァの間に生まれた双子の兄、それがバージル。そう、バージルは父親スパーダの形見の剣ヤマトを持ち、圧倒的なの戦闘能力と瞬間移動を持つ、それがバージル。そう、なんかこう髪型もこう銀色で、こう羽織物もちょっと長い感じで、だゴージャス、バージル、伸ばすところが同じ、それがバージル。すごい。3、2、1、バージル、バージル、それがバージル。分かったかい、ショコラちゃん。すごい、覚えたんですね、台本。覚えた、そうだ。僕、自分の知識で言ったんだよね。自分の知識で言ったんだよ。知識でね。さすがコメンテーター。さすがコメンテーターっぽいですよね。まあ、まだありますよ。まだある、うん。トマトとバージル。これは言わない方がいいです。言わない方がいい。そんなにリハではなかったですね。調子乗って、調子乗って。トマトとバージル。あのチーズ乗ってるやつですよね。調子乗っちゃった。ありますよね。カプレーゼ。カプレーゼですよね。カプレーゼ。ハハですね。トマトね。あれは美味しい。バジル。バジルね。今気づいたんですか。今気づきました。しばらく考えてました。何を言ってるんだろう。美味しそうですよね。ありがとうございます。じゃあ戻しましょう。さあ最後ね、急に濁りましたけども、はい、バジルではなくてバージル、はい、バージルなんですけど、まあ、実はショコラさんの説明でキャラの説明としてあってて、あーゴージャスが言ってたんですね。ゲーム的にはですね、まあ、バジルは違うんですけれど、はい、あのアクションとしては、はい、バージルは、まあ、日本刀をイメージしたヤマトと思って、居合斬りがコンセプトです。居合斬りですね、ずっとね、はい、なので集中力をぐっと高めて、うん、で敵に瞬間的に近づいて、うん、バサッと敵を倒すと、走り回ったりとか、うん、まあ、敵を空振りするとバジルらしくない、なるほど、はい、っていうコンセプトを具現化するために、集中ゲージという仕組みを入れています。集中ゲージ、はい、後であの画面見ていただきますけれど、はい、左側の左の上のところのバーがあの上がったり下がったりするのが集中ゲージです。さっき言ったように走り回らず、まあ、敵にその、要は空振りせずに、うん、で敵に攻撃を当てると集中ゲージがどんどん上がっていって、うんうんうん、めちゃくちゃ強くなります。おで逆に走ったり攻撃食らうと集中ゲージは下がり、うん、下がる、まあ、ちょっと弱くなる。だからバージルっぽく演じることが大事なんだと、はい、大事なんです。このスタイルで敵を倒すというところがもうバージルの醍醐味です。なるほどなるほど、はい、なのでぜひ見ていただきたいと思います。いやこれは素晴らしいですね。すごい、居合がいいじゃないですか、やっぱり、ね、うん、はい、じゃあそのあたりはどん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 、そうですね、はい、で今日はそのバージルを、レジェンダリーダークナイトモードというモードで、いいですね、はい、お見せしたいと思います。何ですかそのモンゴメリーハートビートモードって何ですかそれ。え、ないないない、ちょっと待って、ちょっと待って、今日ね、あの調子はね、狂わしてきます、はい、やっぱりそれは芸人なんで、ね、はい、なんか後半になって失速するって言ってたからな。いや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 、失速どころ、いやこれね、
そんなことないですよ、ね、プロデューサーの前回の問題が一つ上がったんですよ、はい、後半ゴージャスが全く喋らない状況、はいはい、違う、僕それは考えたんですけど、はい、リハで喋りすぎちゃって、はい、なんかもう失速するって、僕今日リハで全然何もスーンとしてたから大丈夫ですよ、もっと静かですね、そうですよ、本番にホップスパークするところがですね、レジェンダリーダークナイトモード、間違っちゃった、間違っちゃった、間違い方がひどい、え、モンゴメリーハートビートモードじゃないですか、何何それ、分かんないです、何バンドそれ、そういうバンドがあるの、なんかリズムが似てるなと、なるほどね、すいません、まあ後で聞きますよ、それは、はい、はい、で、まあレジェンダリーダークナイトモードなんですけれど、前回の PC 版で実装してた敵が大量に出てくるモードです、はい、で、PS3 や Xbox360 では処理能力の関係上入れられなかったモードを今回 PS4 と Xbox One に持ってきたと、もういけますよと、はい、もう敵が大量に、もうそれだけで結構見栄えのある画面になる、大量ですね、はい、お楽しみですよね、はい、なので早速なので、うん、はい、プレイをお見せしたいと思います。じゃあ行きますか、はい、はい、今回も熊部さんにあのお願いし、はい、熊部さんにね、あ、僕じゃないですね、なんでゴージャスができると思ってんの、いや似てるからバージルとゴージャスが、いやおかしいでしょ、似てないわ全然、じゃあ今回は熊部さんに任せましょう、今回もや僕買ってやりますね、僕、はい、立っとけもそこに、はい、熊部さん頑張ってください、頑張ってくださいよ、はい、ガッチガチに、なんでやな、さっきちょっとリラックスしましたよ、ちょっと立ちましょうか、一回一回立ちますもん、あそうです、ね、こうブランブランとってこうブランブランってやってこうズン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 ってこう肩動かして、すごいな、あーっつって、あーっつって、あーっつって、何がこう大きな声、あーそう、あーっつってこう動かして、これ藤井さんも緊張してたんですか、これ、ね、やっぱり藤井さんは一緒に、ね、座ってると肩凝るでしょ、あーっつって大きな声出して、あーよし、はい、どうでしょう、やりましょう、やりましょう、はい、ちょっと楽になったでしょ、これ自己啓発セミナーみたいな、いやでもね、世界初でバージルのアクションをね、うん、スタイリッシュに見せなきゃいけないっていうプレッシャーがね、熊部さんにはあるんですけど、かなりのプレッシャーでしょう、もういいっすよ、最初はもうね、はい、世界が、世界が見てますからね、はい、世界がね、世界が、やめやめどこら辺が見てるんですか、とりあえず余裕でよかったよかった、今度ゴージャスが緊張しとるから急に降ってくと思わなかった、どの辺がつぶ余裕出ましたね今、はい、うん、大丈夫でしょう、はい、世界が見てるバージルのアクションを見ていただきたいと思います、はい、行きましょう、はい、ではお願いします、ますね、おー強そう、あとこれ今魔人の魔人モードでならではの、あの疾走居合、はい、はい、魔人モードの DT 疾走居合技を繰り出して、まあ、直線的な動きを重ねてやっていたりします、ちょっと敵が多いんで攻撃してる間にちょっと逆に攻撃を食らっちゃったりはするんですけど、おーすげえ、おーすげえ、これですね、いや集中力がね、はい、上がりますね、ずっと上がります、で敵を避けたりすると今左上のゲージがスーッと上がってると思います、これ今集中度3段階あるんですけど一番上の段階です、おーかっこいい、来ましたね、走ると下がるんですね、そうですね、走ったり空振りすると下がります、あ下がる、下がってる下がってる、本当だ、で今格闘系の技を出して、はいはいはい、相手釣り二脚だったり、ちょっとこれもまた間合いを取って、うん、ボスイッチ、ボスイッチですね、
おお、おっと、今青い剣が刺さってると思うんですけど、これは幻影剣って言って、はいはいはい、あの幻影剣を刺した敵にシュッと近づくことができます。いきますか、近づきます。おお、なんか入ったね、はい、これエアトリックって言って、うん、まあ、要は走らずに幻影剣を刺して敵に瞬間的に近づくと、まあ、それがさっきの居合の一つの体験方法なんですけれど、なるほど。で、幻影剣はこんな感じでエンジン幻影剣といって自分の身を守るというような使い方もできます。はい、次の、今回閉じることもできます。あ、おお、すごい、こともできます。はい、次も敵が密集しますので、おら、さっきのエンジン芸剣で身を守りつつ、細い路地で、おうおうおう、これは不利ですぞ。いや、これ喧嘩と一緒ですよ。喧嘩も細い路地ったら1対1になりますから。なるほど。いやいや、これすごいですよ、もうなんか 10対1。ちょっと待って、ちょっと待って、養殖してます。養殖みたいになってますね。幻影剣、かなりいろんな使い方ができるんですね。できます。はい、今さみだれ幻影剣って言って、上から飛んで、はい、動きを止めるようなこともできます。なるほど、はい、ちょっと今見えづらかったんですけど、吸収幻影剣って言って、はい、まあ、連射するような使い方もできます。まあ、バージェルは銃がないので、はい、まあ、その分その距離のある相手に、まあ、攻撃する一つの方法ですね。出ますね、出てきますね。あとはここでフォースエッジやってみます。そうですね、はい、今フォースエッジかな。でフォースエッジも、まあ、コンボを重ねたりですとか、はいはいはい、あるいは、敵にまとめて投げることもできます。あ、終わっちゃいましたね、はい、ちょっと次のところで見ていただきたいと思います。あ、そうですね、はい、うわ、一人で片付けましたね。うん、お？ツイッターに上がってた、これ空中スティンガー。あ、空中スティンガー。あ、空中スティンガーいいですね。ちょっと急に急にサービスを、サービスを、サービスです。見てな、皆さん。はい、で、ここも大量に、ここ大量に出ますよね。大量に出ます。で、でかい敵も出てくるんで、そうですね。ここは見どころかもしれないですね。での見せ所と、うん、めちゃめちゃきますね。めちゃめちゃきます。このフォースエッジのコンボですね。走りながらダーッと一気に周りを倒す。最後は空中回転して決め技を決めたり、うん、おらららららら、ちょっとここは魔人モードに入っていただいてですね、うん、木にこう倒していかなければ。そうですね、ちょっとここで集中ゲージも上げつつ、実は集中ゲージをマックスに上げることでしか出せない技っていうのがあります。はいはいはい、ちょっと今敵が首くらっちゃって難しいところなんですけれど、うん、ちょっとたまりますね、これすると、ね、ちょっと今補正できてる。ちょっとおお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 およよよおおおおおこれですね。おお、きた。おお、すごくないですか。うわー、どうなったんですか。すっきり、すっきり、すごいな、すっきりですね。今のは次元山絶という技で、はい、次元山の説明もできてないんですけれど、うんうんうん、まあ、それの一番究極系の技になります、うん、いや、はい、今大和のコンボを繰り広げてます。で、大和のコンボを繰り広げた後に青い線がババって出ると思うんですけど、いいですね、これが、はい、次元山、まあ、さっきが一番次元山の、ね、うん、一番大きい形なんです、ね、次元山の開発では、はい、なんで一定のタイミングでこのリリースそうですね、次元山を繰り出すと、まあ、効果、今一番効果が大なんですけど、次元山を出せる、はい、これはさっき冒頭にも出てた魔人で疾走居合を繰り返す、はいはいはい、技ですね、うん、1回だけじゃなくて何度もこれ繰り返せるので、大勢の敵に結構いきますね、ね、
はい、このタイミングがね、なかなか難しい。タイミングがね、なかなか難しい。難しいですね、はい、そこは。でもやっても結構間違い、うまくいかないんです。なるほど。あーすげえ、あいつも出てくるか。そうですね。あー。はい、いい案件ですね。で、今はベオルフの魔術。ベオルフ、そうですね。放水地。あ、放水地になった。まあ、あのバージルの魔人にも2種類実はあって、はいはいはい、あのベオルフっていうあの格闘系の技を繰り出す時だけベオルフの魔人っていうまた別のデザインになったり、そうなんですね、はい、で、で、まあ、こうやって現役を繰り返しながら他の技を繰り返すことができるので、まあ、さっきのスタイリッシュランクじゃないですけどいろんな技と、まあ、現役とそれぞれの3つの武器を繰り返しながらスタイリッシュランクを上げていくという遊びがありますので、まあ、本当に普通にプレイしててもすごい強いキャラなんですけれど、本当にあの高得点というかあの上級者を目指そうと思ったら、まあ、かなりの練習がいる、はい、奥深い遊びのキャラクターになっているかと思います。ラスト、はい、ラスト、はい、おー、余計、あ、いいですね、ラストは何しようかな、はい、何しよう、おー、いや、やっぱ余裕が出てきたいい感じの現役をさせて、うん、あっ、あれ、あれ、もう体力がね、普通なかった、ね、向こうがそんなにね、もう残ってなかったんですね、はい、オーストレッジで、兜割りをするところだったんですよ、うん、その前に終わってしまいました。はい、というのが、はい、バージルのいい、ね、コンセプトと動きになります。これは楽しい、いやいや、見せてくれましたね、はい、いや、よかったですね。もう緊張しないでしょ、もう緊張しないで今日の仕事ほぼほぼ終わりましたよね、はい、終わります。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます、はい、そんな感じで、そうです、はい、楽しみに見ていただければと思います。いや、はい、藤井さん、ここで最後に何か、はい、そうですね、あのもう発表している情報なんですけれど、うん、発売日と価格とちょっと特典の情報をまとめてお話をしたいと思います、うん、はい、はい、出ますか。まあ、画面の上にも出てましたけれど、まあ、最初、2015年夏と言ってたんですけれど、夏と言いながら6月に発売することになりました。お、巻いたんですね。巻きました。負けるもんなんですね。はい、もう開発が、はい、プロデューサーに怒られたからもう頑張ってくれます。ギリギリ入れて、いやー、はい、もう少しで完成するというところに今来てますか。まさにもうちょっとで来てます、ね、はい、という状況です、はい、ちょうどボーナスの後ですので皆さんお小遣いとボーナスを持って買っていただければと思います。ぜひお願いします、はい、で、うん、PC 版も今回出ます。 PC 版だけあの一周遅れるんですけど、はい、6月の24日の発売になります。これも全然ありがたいですね、はい、で、価格、うん、次は価格なんですけれど、この価格が、PS4 と Xbox One のディスク版パッケージですね、はい、は4490円と、税と、まあ、外税ですね、うん、という形になります。はあ、安いっすね。もう短い開発期間にギュッと圧縮してこの価格で出そうというコンセプトでやってまいりましたので、はい、ぜひ皆さんこの夏に遊ぶゲームの一つとして楽しんでいただければと思っております。他ではこんなことはなかなかできませんよ、うん、お買い得でございます。はい、ありがとうございますダウンロード版もね、はい、そうですね、あとダウンロード版も、ちょっと複数価格があるんですけれど、はい、まあ、4157円、あと Xbox は4180円という形で出していきたいと思います。お安いですね、やっぱり、ね、はい、ダウンロード版もお得になっていると思います。これはいい、はい、で最後に、特典を、ご紹介したいと思います。はい、はい、まあ、初回に通うか分からないですけど、うんうん、数量限定特典という形で、先ほどのカットシーンに出てきたコスチューム、おー、いいなー、セクシーなやつです。いや、すごい、この世界でずっと生活したい、はい、平井さんこっちですもんね今日ね。そうですね、やっぱりどちらかというとこっちですよ、ね、スタイリッシュですよね、こっちもスタイリッシュですよね。風とか吹いたらどうなる、もう最高じゃん、吹こう、吹かしていきたい、風なんて。台風とか来たら、それはまた別問題、台風とか来たら俺らも問題があるから、うん、そよ風ぐらいがいいかな。そよ風いいですね、春風、夏、まあ、はい、でもデザイン、服装のデザインもいいっすよ ね、 すね、はい、この、 左側がレディ、はい、今回新たに遊べるようになったキャラクターのデビルメイクライ3で初登場した時のコスチュームになりますね、はい、プレイできるという感じですね、うん、はい、なのでこの2キャラでプレイできる、プラスこの右側のアイテムでレッドオーブと言いまして、はい、まあ、30万個
一緒につけて30万個です30万個です30万個 ?30 万個です。すごいじゃないですか、はい、まあ、ちょっとイメージつかみづらいんですけど序盤で結構アイテムこれ買えますので、はい、ぜひ楽しんでいただければと思います。結構あると有利ですね、うん、そうですよね、結構違うと思います。やった方が有利ですよ、はい、とセクシーコスチュームと、いや最高じゃないですか、もう楽しんでいただければ解読ですね、初日から楽しめると思います。レディーのも可愛いですもんね。レディーも可愛い、自分の娘レディーにしようかなって名前今思いましたあ、女の子が生まれるんですね。そうです、そうでした、うん、そうですよね、はい、レディーって名前にしようかな。なるほど、じゃあ特典としてその子もつけますか。その子はつけないわ。その子はつけないわ。多分二十歳ぐらいに帰ってくる。ダメダメダメ。みんなにこう一ね成長の記録見ていきたい俺も。そうか。あの体育祭とか行きたい俺も。なるほどね。運動会とか行きたい。そこでもスタイリッシュなねアクションお願いしますよゴージャスさん。やりましょう。はい。育児でね今後大変になるゴージャスでも全然買える価格でございますから。そうですね、本当にちょっとミルクを我慢させてね。はい。結構パツンパツンですね。安いな。え、もしかしたら昔のファミコン時代の魔界村より安いんじゃないですかね。そうですね、多分ファミコン時代の魔界村に比べると安いと思います。安いんですよね。それより安い。すごいなそれ。そう思うとすごいですよね。自分で言っときながら。そうですよね。いやーお買い得でございます、はい、ね、ぜひ皆さんお買い求めください、うん、はい、そこらからもえおねだい。今自発的にやったんじゃないのそれ。何、ね、それ自分でやったんじゃないの。やりたくなかった。嫌がるんですよこういうの。普通女の子はやるんですけどね、うん、やりなさい、やりなさいよもう。じゃあゴージャスからのおねだり買ってちょうだい。ドーンってなんだ。ドーンってなんでそれ。ドーンってよくあったなその音、ありがとう。すごいな、びっくりした今。すごいです、ね、落ちますねドーンで。いやドーンじゃないよ、おねだりじゃない。買いなさいあなた。いやみんなに買ってくださいって。ほんと、はい、ケンイチさんもお願いしてくださいここは。ケンイチさんお願いします。ケンイチからのおねがいキラーン。あれ何も言わへん、何も音せん、何も音なれへん。音用意してません。ないの、ドーンとかもなかったんじゃないの。なかったですね。なるほど、はい、まあ、こんだけね気持ち悪い大人たちがですねお願いしてます。私もまあそうなっちゃうよ ね。ぜひみんなでね、うん、楽しんでいただきたいと思います。いや今日は本当、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ね、またあのぜひ来てください、はい、そうですね、はい、まだあのお見せできるものがあります。レディー取り士とかも、はい、遊べるようになりますので、はいはい、またお邪魔できればと思います。よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、はい、藤さん、はい、藤さん、この後、はい、ゴージャスメイク内の打ち合わせは打ち合わせです、はい、よろしくお願いします。あいつどんどん差し込んでくる、ね、いいからいいからいいからってなんだよ。喋ったら喋ったでなんか言われて、喋んないと喋んないじゃないから、どうやっていいか分かんない。僕はいやもうショコラがイラッとしてるわけ。もう締めようとしてんのに。めっちゃイラッとしてるわ。もうちょっと入れないとダメなんだ俺は。ちょっともういいよ、いいんだよって。すごい言われ方してました今。ねえ、困ったもんだ。アイドルにもういいよやって。一番言っちゃダメだわね、本当にもう、はい、じゃあ締めていただきましょうかね、はいはい、2015年6月18日木曜日にプレイステーション4、Xbox One で発売予定のスタイリッシュアクションデビルメイクライ4スペシャルエディションの藤井プロデューサーと熊部プランナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に、PV の方をご覧ください。どうぞ。あの日から腕がおかしくなった。頭の中で声が響く。力を手に入れろ、もっと力を。消え、魔剣教団か。魔剣教団、最近あちこちで悪魔を捕らえてるって話。何かあれば本部に戻れ。クレド、キレイを頼むぜ。まだ遊び足りねえか。元気だなおっさん。もうちょっとだけ遊んでみるか。その腕人間ではないのか。ネロはもう悪魔だ。キレイ、助けられなかった。ネロ
知らないわよ。後で大ごとになって。人生ってのは刺激があるから楽しいのさ。そうだろ。ここまで来りゃとことんやってやるよ。この手はお前をぶち殺すためにあった。悪魔が神として祀られるとはな。もっと力を。うん、ね、はい、ゴージャスも、はい、声優の方頑張っていってるらしいので、はい、今後も、ゲーム業界の皆さんゴージャスを使ってやってください。急に出したんですか。テンションがまた低いじゃないですか。子供ができちゃいます。このままだったら生活ができないかもしれない、はい、親身によろしくお願いします。お願いします。さあ、はい、そんなゴージャスから、緊急告知です。お緊急でもないです。ちょっとなんかハードル上がってますね。おとといですね、モンハンラジオ涼蔵さんの部屋でね、収録涼蔵の部屋、涼蔵さんの部屋、普通に家行っただけで涼蔵の部屋、涼蔵さんって言っちゃう、涼蔵の部屋、涼蔵の部屋ね、を収録してきましたんで、明日かな、16日配信と、あと30日配信なんでね、よかったら見てください、ね、ストレイテナーの新平さんと一緒にゲストに出てますんで、なるほどなるほど、はい、よろしくお願いします。楽しくトークを、楽しくトークして、そうですね、後半はモンハンやって、あ、はい、よかったじゃないですか。激アツバトルだったんでね、ちょっと見ていただきたい。これはもう見ないと分かんないですよね。そう、見ないとダメですね。ぜひ見、はい、見てやってください。はい、ありがとうございます。あと今週末か来週中にうち子供が本当に生まれますので、各業界各企業の皆さん、うん、お仕事ください。ねだってまーす。あ、よぎちゅうと、これみんなの笑い声じゃないやったら、これサンプラの笑い声だろこれ。あーダメだよ、そういう SE があるのね。 SE なんか、なんだ、僕のために撮ってくれてありがとう。いや、それもこれいいね。いや、いいけど、なんかこっちグザッときますよ、でもこれ叩けば何でもうまくいくんじゃない。いくんですかね、うん、スタッフ笑えばいい話じゃないですか、それって。なるほどね。いやいやいや、いけるいけるいける、今のはいらないですよ。いや、もうやめろ、もう死んじゃうこれいい、何死んじゃうよこれ、何死んじゃう、これいいですか、これ、これいいじゃん、全然嫌ですよこれ。まあちょっとショコラお願いやってもらっていい。いやだ、ちょ、本当にやめて、頼む頼む、やって、やって、ショコラやって、ショコラからの、うん、お、ね、が、いい。そっちかい。あとよろしくお願いします。そんなに落ち込む、そんなに落ち込む、大丈夫、笑ってくれるから、笑ってくれるから、笑ってくれるから。はい、お腹痛い、お腹痛い、病気、病気なの。うんちした、うんちした、うんちしちゃった、うんちって言っちゃダメだよ。うんちしちゃう、うん。さてさて、はい、まあこんな感じでですね、楽しい時間はあっという間に過ぎていきます。はい、ショコラちゃん、次回の放送は、面白くて、あ、トイレ行くの。アイドル、違うでしょ、アイドルだから。どこつぼったの。どこつぼったかだけ教えて。覚えてない、覚えてない、すごいな、もう覚えてないのに笑いだけ残っちゃった。次回の待とうかな。次回の放送は、はい、うん、面白い、4月25日土曜日と26日日曜日、朝10時過ぎからニコニコ超会期2015の特番です。うん、はぁ。どこ面白い、特番かな、面白いのは漢字の特番形ですね、これ番、特番の番っていう字かな、純粋だな。皆さんこれ面白いかどうか、ツイートしてください。はい、会場の幕張メッセより生放送でお届けします。デビューメイクライフォンスペシャルエディション、うん、エディションぬらりひょんみたいになってるから。大学生裁判、うん、戦国バサラ4、うん、スメラギ、バイオハザード、うん、リベレーションズ2、うん、モンスターハンター 4G、うん、ウルトラストリートファイター4など、うん、盛りだくさんでお届けする予定です。うん、タイムシフト予約をお忘れなく。なるほどなるほどなるほど、うん、はい、そうなんです、ゲストにいろいろ来ていただきまして、うん、
この前番組に来ていただいたヒデヒデさん、ほうほうほう、ね、来ていただけたりとかですね、はい、あとはね今お声掛けしているのが、うん、この前の決勝のカリオのお二人、おすごい、ちょっとまだ調整中ですけど、わかんないよね、あかね、他とか会ってみたいね、いろんなだから盛りだくさんですよ、うん、特番ですから、タイムシフトで、モンハンチャンネルの方だとザ・タッチのお二人が出てたりとか、へー、すごいじゃないですか、そうなんです、うん、もちろん平井さんもショコラちゃんもね、出ますけども、すごい、やった今回特番なのに平井さん出ますからね、あ、珍しい、土日、土日ですよ、本当にね、うん、初特番じゃないですか、もしかして本当ですねあ、でもそうでもない、いやまあまあ TGS は出たのかな、 TGS は出てますけど、ごめんなさいね、なんかいろいろと、いえいえ、仕事とかしちゃってごめんなさい、本当に、いえいえいえ、今後あの仕事を減らしていきますんではい、仕事しないんで大丈夫です、あれ、ゴージャさんは出ていただけるんですよね、僕は一応あのニコちゃんいますので、すぐにもうカプコン TV の方に駆けつけていければいいなとは思ってます、まああまりあのここ広げてもしょうがないでね、そうですね、カッポンいますんでね、そうそうそう、掛け声だけ見つけたらゴージャスって言ってもらえればね、言わなくて、言わなくて、いやいやいや言わなくて、言わなくて、本当に言わなくなっちゃうから、言わなくて、純粋だからこれ見てる人いないのよ、結局会場にはいるから、カッポンブースにはいない、会場にはいるからね、わかるよね、だから一体、こういうことも一体となって、うるさいな、あ、怒ると思わなかったぜひあの、まあまあ、はい、番組の窓もこの間の中にありますので、はい、ありますね、タイムシフト予約していただければと思います、うんうんうん、でカプコン TV だけではなくて他のチャンネルも、そうですね、同時に4チャンネル生配信いたしますので、ね、うんうん、すごいでございますよ、はい、じゃあ予約してください、はい、お願いいたします、お願いします、うん、ですね、はいはいはい、ツイートありましたか、紹介しようと思います、おお、はい、はい、ツイッターネームマケンさんからいただきました、はん、絶対に買います、お、本当にありがとうございます、おお、あ、デビルメイクライ、お、うん、本当にありがとうございます、いやだから待ってましたですよ、これは、そうですよね、ありがとうございます、なるほどなるほど、そんなマケンさんなんですけども、はい、カプコン TV のツイッターアカウントフォローをまだしてないようなので、はい、あれ、あのフォローしていただけたらの DM が送れるようになります、はい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 、あ、ポスター、はいはい、ポスタープレゼントなのでポスターを送らせていただきたいと思いますので、はい、はい、このポスターね、ぜひプレゼントしたいんですけども、ね、はい、あのフォローが、フォローしていただかないとね、フォローダイレクトメールが送れない、そうなんですよ、フォローぜひお願いします、マケンさん、お願いします、お願いします、マケンさんフォローミーいや俺になってまうわ、近っヒゲ、あれ、ちゃんと剃ったのに何これ短いやつ、平井さんのアカウントじゃなくてね、カプコン TV、 いやね、電波を映すな、いじめられるやろ、ほんまに家族ごと、家族あ、フォローしますって、フォロー、 ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、というような感じでございますね、今日も、はい、うん、はい、はい、今日も長い間皆さん本当にありがとうございました、ありがとうございました、ショコラちゃん、どん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 、やっぱりこのねカプコン TV もっと見てもらいたいですよね、そうなんですよ、うん、もらいたい、番組をご覧の皆さんいつもありがとうございます、ありがとうございます、 YouTube のカプコンチャンネル登録数も11万人を超えました、おお、すごい、ございます、素晴らしい、次は12万を目指したいと思います、うん、うん、そのためにはカプコン TV 公式ツイッターのフォロワー数も伸ばさないといけないんですよね、伸ばしましょう、伸ばしましょう、次の目標は1万フォロワー獲得とショコラをまあ思ってるんですけれども、うんうん、すぐにとは言いません、はい、まずは7000を目指したいと思います、はい、7000ね、7000を超えたら、うん、平井さんにゴージャスさんメイクをしてもらおうと思うので、ぜひ見たい方はフォローお願いします、あれ、おお、これ今すぐできんじゃないの、いやいやいや、これもう訓練された人じゃないとこれできないんだよ、訓練された、訓練、そもそもメイクなんでしたっけね、メイクって言ってるんですね、いやもう
メイクにしましょう。メイクなんかやっぱりもうね、笑ってくれるんだったらメイクにしましょう。メイクにしましょうやれへんかな。5分くらいでできるんで。いやできないわ。1時間前入りだぞこっちは。そんな1時間前に入ってんだぞ。そんな顔にするからや。何が。いやでも1時間かかんの。1個ボケてるから。でも1個ボケてる、1個ボケてるから黙っててもいい。なるほどなるほど。そういう余裕があるっていうことですね。じゃあ、はい、7000超えましたらですね、はい、私もそのメイクしますし、うん、7500超えたら、次はショコラがあら、はい、同じようなメイクをすることになりました。やだやだ、なりました。やだ、やってんだよこっちはいつも。毎日やってるわこれ最近。やだじゃないんだよ。そのメイクで、水着で着てもらおうと思います。うわいい。それを売りましょう。売りましょう。ほらほら取って。なんか歯が荒れそう。ね、肌荒れも関係ない、うん、ビタミン取ろう。カプコン TV のためにいろいろ一肌二肌脱いでいきましょう、ね、よろしくお願いします、はい、お願いします。あの番組の情報はもちろんのこと、うん、プレゼントも当たりますし、お得なことしかありませんので皆さん、はい、ご近所さんや親戚の方を番組視聴に誘って、公式ツイッターをフォローして一緒に盛り上がってつながっていきましょう、うんアカウントはアットマークカプコンアンダーバー TV、 アットマークカプコンアンダーバー TV です。ぜひお願いします。はい、皆さんカプコン TV ファミリーになって一緒につながっていきましょう。ということで本日も、長い間、ご視聴ありがとうございました、ゴージャスも頑張っていくと申してますんで、はい、今後彼のコメントに期待大でございます、うん、よろしくねゴージャス。頑張る。違う違う違う、もう一回、もう一回言って、もう一回、もう一回、もう一回。じゃあ、うん、本日の総評よろしくお願いします、うん、今日の面白さどれくらい。デビルメイクライ。すごい。おいや、今日はなんか芸人っぽいっすね。よかったね、感動しちゃったちょっと。感動した。感動した。いやね、よかったよかった、ね、まだお腹の中にいる赤ちゃん、うん、安心して生まれてきていいよ。不安だな。ね、次回は新生児で続きますんで。それも全然くなお。ネタちゃうぞあれは。生まれたて小道具ちゃうぞあれ。星書いてる。いや星書いてる。荒れてまうわここ。えらいことになるわお。ね、突っ込むからな新生児に行くから。頭穴開いてるぞ赤ちゃん。知ってるわそんなん。そんな連れてくな。はい、ということで、はい、次回4月25日土曜日、26日日曜日のニコニコ超会議で、はい、ニコニコ超会議2015でつながるー。